第36期鳳仙 A2 リーグ司会実況の楠原優です。解説は藤崎聡、和久津明が務めます。お二人とも本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができているようです。第36期鳳仙 A2 リーグ第7節 B 卓2回戦投杯の開始です。立ち合い人吉田忠の合図により対局が開始となりました。まずは並びから2回戦、ちいちゃに古橋、なんちゃに魚谷、シャーちゃに山田、そしてベーちゃに藤島の並びでのスタートとなります。ドラは数万です。こちらは親番古橋のハイパイです。さて2回戦もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、なんか藤崎さんの銃弾戦のハイパイに似てますね。ダブトン初みたいな、ね、トンの方でできたやつですね。はい、ダブトンと初が統一は親番の古橋でした。ドラの受け入れもある形、ペーチャの藤島はこちらペンチーマン大つつもで一気に行きたくなったような、うん、そうですね、はい、そんな手形。そして1回戦一人沈みの4着スタートとなった大谷、ペーを重ねてパーワンの切り出しとなりました。山田は中ちゃんパイが多い形、形もかなり整っているかというところ。これが圧倒的。そうですね、トンとハツが打たれた場合はどうでしょう。トンは泣くでしょうけど、リュウカどうするんですかね。はい、ワクツプロはどうしますか。考える間もなく口が勝手にポッポッポッ口が勝手にポン。ポンして関数も、あ、ハツからの仕掛けとなりました。ハツは2枚目。2枚目でした。考える間はあったかもしれません。はい、でマクさんはあれ飛んでた時はポンしてダロさん、いやダサンはそこまではやらない。そこまではちょっと、はい、一旦のウマンタンキというところですか。なんだ俺と一緒じゃん。さすがにダブトン初ドラマでとところですか。古橋関数マンの天敗はダブトンが統一なので、さらに仕掛けもあるかという形。3万引いたらどうするんですかね。3万はどうしますかね。シャンポン変化、ドラ表示牌ですよね。はい、枠さんはどうしますか。3万だけちょっと難しいなって思ったんですけど、つもぎりますかね。なんで俺と一緒じゃん。一緒なことあったの。一緒でもいいじゃないですか。なんかね、とにかくあのカンちゃんに受けておいてもね、どうやってもあのトンポンから短期待ちに受け替えが効くので、はい、なんかドラ表示配とダブトンのシャンポンはちょっとねっていう。そうですね、トンポンってまずトンポンできると思ってんのみたいな話に戻ってしまうんで。そうですね、ニナキとはいえ親の仕掛け、初をポンしている古橋、藤島プロも純ちゃんまではいかなそうですけど、はい、三色のイちゃんですか。チーピンが効いてますからね。こちらですね、これはちょっと打ちづらいぞ。ウーマンこれもレアマン泣いてない。はい、切っていく、そして他の3者も手形は整ってきている。トーンが1枚あるのはこちら山田の手配、ドラを前々順に引いています。ウーピンを残しましたか。うん、パピンがねちょっと自信なくなってきたんですよね。ピンズなんか全然出てこないですもんね。はい、パーピン古橋が1枚切っているのみ、うん、ピンズをたくさん切っているのは古橋だけと、はい、ドラマ全部山にやったんですけどね、はい、とりあえず2枚山田プロのところに、ね、とりあえずスーワンスーワントンってきましたね。トン、はい、スーワントンスーワンかな。挟んできましたか、はい、とりあえず不満しかないですね、着方に、はい、これは不満しかない。ウーワン切るとマンズ全部切るのか。はい、しかしこれは切っていく、まあ、ドラだけはチートに決めるとかありますけどね、うんうん、ドラだけ、ドラだけ、古橋ドラ待ち関数マントン持ち出されない、はい、この形のままか、トンがここに来た、これはチートイ、はい、チートイ2へ方針変更といったところでしょうか。山田はどうする、引いてきたのはスーソーですか。うん、イーストは通ってるんですね一応。ってことはほぼ大谷さんの上がりはないってことですか。はい、トンを重ねることはできない、うん、ただトン待ちでテンパイしてドラが飛んできたりするとトン勝負するかもしれないんでね、はい、そうなると上がりがありますね。
ドラマダ山に残っています。ゆっくり持ってきた、これはドラ表示杯、そうですね、これは日給から1万2000円ありますからね幅広いですね1万1600少なくとも、まあ、ドラは絡むと、うん、いうところですか。初を仕掛けている親の古橋、弁前派の利点の一つでもありますよね、うん、泣いた時にタッチャが受けてくれやすいみたいな、はい、やはり目立ちますか、うん、いやただ2泣きですから、ね、これ勝負カンパピン入りましたよ。6球走待ちはリーチ、うん、藤島です。6球走はね闇点張っててもフラッシュプロにも相当切りづらいところなん で、ね、はい、闇点張ってても拾えそうもないですからね。リーチ高め、急走だと3色がつく形、ペッチャの藤島、なんと急走が2枚、ただドラも2山ですからね大谷の手配に2枚あるだけの急走、うわドラだ、ドラの数万はここに来た、はい、残り1枚となりました。古橋の上がり牌、急走のつま上がりも十分ある、藤島どうだ、積もったのはローソーの方リーチツモピンフ、はい、700-1300 を上がって古橋の親番を流していきます。こちらの表情、はい、今日はあれですか、みんな薄い方の休みを積もる日ですかね先ほどの 1,2,3 の3色などもありましたね。ね、ワックスさんのプロクイーン見てるみたいですよね具体例本当休み得意なんですね結構、はい、そっちみたいな、業が深いんでね、業が深い休みが先に来る、日頃の行いなどが加味されるのでしょうか。 そうですね、それを紡ぎるぐらいの勇気があれば次に高めがいるんですよね多分どうでしょうか、ちっちゃいからな、やっぱちっちゃいから、ちっちゃいんじゃなくて普通です、普通か普通か、それをちっちゃいって言われると俺なんかどうする、そうなりますね闇店で休めて出上がりするタイプですからね、そっちか、そっちがしょうがないみたいな論戦点さあ2回戦はトン2局となりました。親番は魚谷、ドラは急走です。ただ今のはリーチますけどね、はい、どの道3番勝負するぐらいならっていう感じでね、ここは嬉しいとこまではいきませんでしたが、上がって一安心のつも上がりと、まあ、急走は3回でしたからね、藤間プロからするとあんまりいる気分はではなかったでしょうからね、はい、さあチーマを先に切ったのは藤島です。直瀬、はい、のシャアが統一の手が立ち、ドラが1枚あるのは親番の大谷です。急走か急走か、はい、ここは先に両面の形に決めました。一応ドラを使った形も残してと、パスが1枚出てるんですね、急走を引いた時のスイッチ、はい、もうドラ表示配と合わせて2枚か、うん、そうですね、チーピンを引いたのはペーちゃんの古橋、直瀬のペーが統一ではあります。換算ピンを引いた、これで天杯サブロッソ、これは手代わりなどもある形ですが、それは今聞こうと思ったんですけど、はい、魚谷さんはきっとリーチですよね、うん、そうですよね、うん、はい、スタイル的にそうですよね、うん、まあ当然確率論から言ってしまえばウーピン引いて三蔵積もるよりもサブロスをそのまま積もる可能性の方がねはるかに高いですからね、はい、リーチタンヤオピンフ、親のリーチ、はい、大谷町はサブロスです。おそらく親じゃなくても大谷さんはタイプ的にリーチしそうですもんね、はい、最近ちょっとダマにしたりとかしてたんだけどな、どうだって、ちょっと考えたんですけど、前だったらもう私と出会った頃のユーミンだったらもう即になるんですけど、今日は出会った頃の話がたくさん聞けて嬉しいです。恋人シリーズあの時のあなたシリーズあー最初来た、はい、ここで変化があった、一数万での天杯を入れていた山田でしたが、ここで2ピン3ピンへと変化、追いかけリーチといきます。3ピンだと3色がつく形、ただ2ピン前夜は3ピン1枚です、2ピンも1枚、あ、2枚筋ですよ、はい、筋ですねダメか、はい、ここは追いかけリーチといきました、なんちゃの山田です。トンを重ねたのは藤島、さすがにまだいますけどね、はい、枚数はサブロスを圧倒してますか、はい、これは魚谷有利か、ローピン、これは筋、うん、2ピン3ピン待ちの山田、さて手と手がぶつかる展開、2ピンがここに来てしまった、あと1枚ずつしかないですね、はい、
サブローソーですか。じゃあサブローソーにかなり分がありそうなリーチが戦、しかしここに三層が来た、心強い回収役が、そうですね、上がり牌がどんどん脇の選手に流れています。ただサブローソーはまだいっぱいありますね、うん、はい、その言葉通りのつも上がりとなりました。リーチつもタイヤピンフ2600オールは2600オールですね、失礼しました、2600点オール、魚谷の上がりとなりました、うん、今日初上がりですもんね、はい、一安心と親番での嬉しいつも上がりと、そして連チャンとなります。ドン2局は一本場、ここでポイント回復したいところ。そうですね、大谷さんはもう上しか見てないでしょうからね、はい、本日は4位スタートとなっています。ちょっと今解説間違えたんで言い直していいですか、はい、ちょっと前の大谷さんだったら、はい、今の手順なんですけど、はい、出会った頃の大谷さんだったら9走から先でしたね、はい、数走9走が4、4、5と残して間違えた今、パーソ2枚見えてるし、はい、ドラ先に切ってと、そうですね、超目いっぱい、はい、ありましたね、ドラが、あ、ドラ回収、はい、ドラ回収、回強烈なハイパイはこちら親の魚谷ですね。これはだって何からも出会った頃は言ってた、出会った頃は言ってましたよ、感動ピンとか言ってましたからね出会った頃の魚谷ならばというところですが、ここでなお打たれた場合はどうするでしょうか。ドラドラの手配、1枚目のなんよりはね、感動ピンとか換算ピンの方がよっぽど泣きやすいですよね、はい、嘘、これは前順に切っている、はい、ただ上茶が古橋さんか、上茶が和屈さんならね泣き和屈さん何に必要なんだ上茶が古橋さんもとまたちょっと古橋さんですもんね、しかも第一だが、うわん、ちーはちょっとなんかすぐやめられそう、はいすぐやめられそうああやめられちゃったみたいな、おなじみの、はい、おなじみの廃閉店からガラガラ、ガラガラされそう、ガラが固くなってしまうか、ローピンが打ち出された、このローピンは泣かない、大人になってしまった、これは出会った頃の大谷さんではないかもしれない大人にあれローピンでもどっちで泣くか迷いません、ちょっと両面、あ、そうですね、サブローピンで泣くか、カンローピンで泣くか、ドラドラ固定の選択も、そうですね、これで役が、プロスの手が進んだ、そうですね、役が1個あるんだもんな、白が1個あるから、はい、打点が変わらないこと考えるとちょっと泣きづらかったのか、うん、最後白とドラのシャンポンとか残った日にゃって感じですね、うん、そうですね、上がりから遠ざかってしまうか、初出て川がすごい派手になってきたな、なんか、あ、ただ何個1枚引いておきたいね、大谷さんね、はい、3品とかね、1枚引いてからの仕掛けにしたいところですか、両冠の形となったが、もうきっと、はい、1回泣いてほしいのかな1枚そう1枚泣いてくれたらもうやめるから、はい、もうやめる理由くれみたいなすごいやめたがってる感じに言うじゃないですか、別れる理由をくださいみたいな、はい、まあ、コワゴワと別れる前提何の解説だ怒られたくてやるみたいなところありますからね、ヤンピンを重ねました、はい、何の解説かはさておき、うん、はい、フルハシプロの投稿も気になるところ、はい、なんだ、うん、はい、ここでナンが打たれた、このナンはポンして魚谷チーピンコ、はい、先にイーピンからの選択とします。サブロッキューピン何回引くんだって話だもんね、はい、そう言われてみれば、はい、3ピン、ローピン、キューピンとどれも欲しい牌ではありました、はい、ローピンがない、パーピンがないけどまだチャンスありますね、全然、ただリャンピンか白は絶対必要ですか、うん、はい、どちらかは、うん、入れておきたい、そして山田はイーシャンテンとなっている、ここで3ピンが打たれた、さあこれで E1 を引いて満足が多い形になりました。9番を切っていく、結構古橋さん何切ってましたね、よく見たら、はい、そうですね、うん、先に随分早い順番に、うん、はい、切っていたので2枚目の段からの仕掛けで、はい、はい、これは E マンと数万を入れ替えて山田もかなり戦いたい手形となっています、はい、ヤンパムヤンソーチーソーのイーシャンテン、フラッシュ君のところね、フラッシュプロのところ、テンパイすれば白は泣かしてもらえそうですけどね、不満すぎるけど、はい、
ここは三層あんこにしてのリーチはリャンウパーピン、パーピンだとドラ、リーチタンヤホの手配、山田のリーチ。渋々すぎますね。渋々あんこになっちゃって、三面ちゃんじゃなければ、ね、はいって感じですけど、三面ちゃんだ、まあ、それだけ目いっぱいに受けてどの牌も無駄にしないイーシャンテンと。そうですね、はい、している選択でした。結構薄いな。そうですね、リャンパーピンですが、うん、ドラのパーピンがもう山には残っていない。リャンピン1枚、はい、ウーピンも、うわ、はい、残っていない、うん、となると山田も角上がりは厳しいか。古橋さんの切り順うまかったですね。あー、これは逆に白掴むな、はい、白ドラのパーピンが危なくなってしまったか。大谷自身で何をポンしています、はい、本日のイーシャンテン。そうですね、白まだ山には1枚残っている。いやー、ちょっと白切んないでよ、白切んないでよ。お姉さんからのお願い。あ、これでピンが重なった、これって白切り、うーん、スーピン入り、自身でリャンパーピンを、スーピン来ちゃうと、でもパーピンはやりすぎですもんね、うん、スーピン来ちゃうとほぼテンパンなそうだしな、どうするのかな。まあでも中筋ではありますね、ヒロさんからそんな中途半端なリーチは飛んでこないですかね。ハイチピンは現物、ただ目に見えてリャンパーピンは切りづらいもんね。もう自身で6枚持っていますか、リャンパーピン、はい、あとリャンピン1枚ですか、あれ、うわ、ちっとい、びっくりした、あ、はい、山をちょっと直しましたか、ん、これを見て白を、はい、白を切ったりしない、切ったりはしな い, しない、でも今更泣けない、はい、むしろ、はい、そうですね、先にピンズチーピン、リャンパーピンだけは切れないですね、はい、本当に切れない、こんなに持ってると、うん、あ、ここにリャンピンが来た、もうテンパれない。ただ止まってるってことは手詰まり、いや、チートイのインシャンテン維持したかったのかなと思ったんですけどね。何か違う範囲を、うん、チーソー切れるか考えてますかね。チーソーはだってちょ結構切りやすそうですよね。粘り込めるか藤島。ただ安全牌はないのか、現物はありませんか。そうですね、うん、ただギャンピンも切りやすくはないのでね、切るなら、うん、チーソーですか、うん、切るならチーソー、あと馬のワンチャンスを使うか、馬のワンチャンス、満足切るってことですか、うん、数ワンのワンチャンスもあるんですけど、うん、ローマンが一番切りやすいですね、最終手だし、あ、やはりローマンになりましたか。チーソー嫌なんですね。チーソー嫌だったんだ、数層切りリーチ、うん、山田のリーチ、リャンパーピン、これが山田にとって最後のツモとなりました、はい、リャンソーアンコになりました。ヒロさん隣だらけで不満でしょうけど、はい、実はそうですね、なかったですか、ね、三面ちゃんですが山には残ってあまりいない牌でしたか、うん、これで流局となりました。山田の一人天牌、これで一人天牌で親番を迎えます。今日はピンクのネクタイでの参加となりましたか。珍しくないですか、山田プロピンクのネクタイ。青系なイメージありますけどね。そうですよね、うん、青か真っ赤みたいなイメージは。まさかピンクになりたくないみたいな、そういうそういうのなんですか。今日は10位からの参加と、うん、そういうなっています。さあ、その山田の親番はトン3曲、ドラはなん、かなりハイパイ整っているようにも見えますが、けれど、はい、上の3色なども望める形か。第1打は E1 からドラはなんです。なんちゃの藤島はドラのなんが1枚、9社ある、ちょっと数えて、あ、ありそうですかね、ちょっと両脇に分けて九州九杯となりました。こちらが、はい、あ、伏せちゃった、伏せちゃった、開けて、残りの牌を見せていただくと入り込んでますね、はい、こちら小ちゃんの橋整っている、はい、そしてペーチャの大谷、まずまずといったところ、山田もまあまあ悪くないというところで、はい、残りの5枚をセンターにして、はい、ということになりました。痛いのは古橋山田ですか、うん、大谷も、大谷さんも下地球見えてますからね、顔がね、こちらの表情、はい、
ネクタイは紺色です。ネクタイ問題ちょっと一人拾っちゃうとまたね。なるほどね、はい、さあ再びハイパイ取り直して、はい、山田の親番です。トン3曲3本は教託選点ドラガ3品です。おしゃれですね古橋さん本当は多分白鳥さんよりおしゃれなんじゃないかと思うんですけどね、はい、ファッションリーダーちょっと白鳥さんっぽくなってますけど、はい、やはり白鳥プロの方が目立ちますか。奇抜、うん、奇抜な印象はありますよね、うん。逆に古橋プロなんかちょっと落ち着いた色でいろんな変化をつけてくると、うん、そうですね、さりげなくおしゃれです、はい、いうところ、まあ、さりげないとは思わないさりげなくないチェックのシャツさりげないとは思わないですけどあと対局中もジャケット着用が多いですよね。そうですね、フル、有効さんスタイルですか。あ、そうですね、対局中のジャケット着用の印象はかなりありますね。さあ各社手配いかがでしょうか、うん、山田はか、あ、はい、9万かリャンゾーかって思ったんですけどね、うん、ここは自配から打ち出していきました。さあ古橋は関連ピン落ちして天敗は6球総待ち、うん、逮捕でいいですか。はい、トンガンゴあれ大概の人泣くんじゃないですか2000点ですからね、あの古橋だから、はい、ちょっと泣くとね、古橋さんだから、うん、ちょっと逮捕っぽい、あ、泣くんだって感じしますけど、うん、はい、ね、まあ、大概の選手はと、まあ、僕はね手を伸ばしながらチーって声が出ちゃった私もそれやるこうやってやってチーってことですよね。今ちょっとワクチンが前かがみになってました手を伸ばしてタイヤに触れそうになったところでチーって、はい、あ、ごめんごめん泣きたいわけじゃないんだけど、ね、声出ちゃったと、うん、うわー、来た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 、はい、これで山田の手配も伸びてきたがすでに天敗を入れている古橋6球総待ち、どんがんこドラが1枚、藤島プロも球層狙いましたね、チートイツで、はい、うわー、ウーピン現物どうなの、はい、どうなの、はい、ここは闇天に構えたウッパーピン、久保谷ちゃんの伸び方によって危ないね、はい、今ウーピンが切られたところですからね。うわー、これウーピンアウトですね、いや、こらえろ、リャンワンだ、よくわかんない、こらえろ、ウーマンでしょこらえろ、あ、そうだ、ウーマンだ、意味わかんない、止まってますよ、ウーピンノータイムじゃないんですよ。さあここで大谷時間を使っているのが、ウーピンが打ち出された、これは山田の上がり、ダイヤをピン不三色の上がり、両ピン引きはちょっとひどいな、ひどい嫌顔でもウーピン切りになってしまうといったところでしょうか。うん、やっぱり両面になる分ね、差し子はないもんね、やっぱりね、はい、ピン図が両面ですからね。そうですね、うん、ミサチ1本ですね、上がったのは山田、リタンヤをピンフ3色1万1600点の3本場ですか、はい、いや、大谷さんきついね、きついですね、ようやく2ロコールのね、いい上がりきて、はい、もう打たせるようなツモと、うん、リーチしてくれればね、せめてねせめてさ、はい、そこはすぐに、あ、統一のパスを危ない、はい、危ない危ない、はい、こういうのはずるいよね、はい、あの枠さんもそうだけど、大体あのヒロなんかも一緒にやっててリーチってくるまでほっといていいと思ってますからね突然ああいう闇天食らうとね、防ぎようがないですよね、はい、そんな一年中闇天してる人に言われたくない一年中ひさととかもそうなんだけど突然の闇天はもうケアしようがないですからね、はい、それは乙女バランスって言うんですけど、まあ、普段リーチしてるからこそそれが効果的に、うん、働くわけですもんね。あの基本ヒロなんかを一緒にやるとね、まあ、リーチって言われるまでほっといていいんだろうと思ってますからね基本的に今でもタイミングもありましたね、うん、ちょうど今ウッピン出て、はい、ちょっとかわいそう。ここは冷静に闇点を選択した山田が加点となりました。そうそう、だからバックさんのね高い闇点とかはずるいんですよ、大体ずるいですか、大体ケアしてないから、いつもバラしてんのにさ、いつも天敗バラしてんのに、あー、また泣いて天敗してたのかよと。ここで仕掛けを入れたのは古橋です。トンもポンしています。ドラのシャアが統一ただショーで、そうですね、はい、シャアが打たれた、ここでシャアをポンしてすごい不安定なトンシャアドラさんのリャンシャンテンと、ジャントが一旦なくなる形、はい、
ここに、まあ、まあ、ヒロの車も一歩早いですけどね、はい、この親番勝負局と、そうですね、もうこうなったらヒロは車を打った以上は引かないですから、うん、全部、はい、てかもう1枚手出しされたら何も切れなくなるからってこと、あ、ポンかな、はい、ここでパーソーのポン入れたのは親の山田、うん、おっと、はい、イーシャンテンウーワンを選択していきました、はい、ウーワンですか、はい、先に5678から5を切った形ですね、パーマンじゃなくてウーマンなんですか、はい、内側の範囲の方を選択、うんうん、ってことは脳天一点読み、そうですねフロマチプロがですね、脳天一点読み、脳天一点読みと、うん、ポンされる確率の低そうな方っていうことですか、うんうん、はい、真ん中の方からマンズが伸びてきたのは大谷です。さあこれで天杯は入らない、ただ面前の2人が早そうだな、うん、ゴロチ、そうですね、こと藤島も悪くない、黒橋はまだ形が苦しい、ね、マンズフラッシュプロの神茶なんでマンズのはちょっと、うわあ、天敗、山田はスッチーソー待ちのタイヤを天敗、古橋のドラさんをかわしきることができるか、こちらはイーシャンテンとなった古橋、トンとシャをポンしています。スッチーソー待ち山田連チャンとなるか、スッチーソーは誰も止められないですね、うん、うん、あー、チーピン3ピンできるというのがありますか、3ピン現物となるとチーピンはチーできるが2ピンをつむぎり、チーソーか、はい、これは上がったのは山田です。1500は2700、ドラポン入れた古橋でしたがここは宝珠となりました。上がりますか藤崎さん、無理です、あ、ただどうだろう、一緒じゃないかな、パーソンあんこにしてしか切りそうだから、あ、そっかそっかそっか、はい、なるほど、次のイーシャンテンとかになってね、自力で、うん、まあ天敗と、うん、ところでしょうか、やはりそのドラポンへの対応などもかなり、ただドラを切らないで何を切るかでね、うんうんうん、嘘残せるかどうかちょっと微妙ですけど、うんうんうん、手拍子なら嘘切りそうだもんね、そうですね、さあ、さらにレンちゃん5本馬となりました。山田ドラワシャー、これはピンズの形がかなり良さそうに見える、うん、なんちゃな藤島、ただ今の曲なんかここ2曲なんかね、はい、いい時のヒロみたいな雰囲気戻ってきてますよね、はい、先ほどのチートイツを押し切れなかった山田とはちょっと一味、うん、二味違うかなと、ね、やっぱあの関連ピンチーが逮捕逮捕案件本日の逮捕となってそういうことすんだなお前、はい、っていうことで、じゃあ、うん、じゃあ俺騙すよかなみたいな、ケーブル電話して聞いてみます瀬戸熊警部に警部電話忙しいですから、そんなで、そうですね、瀬戸熊プロもかなり忙しい方ですからね、忙しい振りが忙しいだけじゃないのそのあたりはちょっと私どもは何とも言えない立場で、相手がたちが整っているのは親の山田です。イーシャンテン、あら、いいピン一枚切れてて全部山一気通過の順番のカンリャンマン入った、はい、ここでダーツの選択となるのは古橋、うん、これは3色を見た選択となるか、今ここに、あ、今じゃなかった、いいピンでしたね失礼しました、会社が、はい、会社が違いました。初が統一、はい、藤島、いいピンがいい街になっていくな、はい、そうですね、リャンピンが場に打たれている。さあ、先輩、おー、いいピン、自力で引いて、ここはリーチだ、6巡目のリーチは親の山田、町はリャンソー、リーチ、ピンフ、一気通貫、5本馬のリーチです、はい、よかった、今日ここに入ってなくてリーグが違います怖山田プロ、かなり爆発力がある打ち手として、ね、はい、っていうのもありますが、もうパピンクか、もうパピンクか、もういっか、はい、パピン行きましたね、フラッシュプロが意地を通しに行きますか、うん、はい、イーシャンテン、でももう他にだって番手がいないですもんね、これ戻ってきついもんな、はい、このリーチに迎える選手がなかなか、これダブトンですよね、フラッシュプロはいかないですね、この曲は急走もチーワンもあるもんね、はい、うん、どちらもある、うわ、いった、いった、トン行った藤島、らららら、意地張りま、あ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 、イソは、イソはリャンゾーが乗ってしまう、はい、おあ、ここで見えてるのか、はい、現物のチーマン、うん、リャンゾーかなり光って見えましたか、うん、そう
ですね、はい、人違くないそれ失礼しました。ちょっとお邪魔してるよ。いやこれはすごいな。カンパス層の仕掛けを待ちは藤島です。ごめんなさい、ロスを混乱しております。はい、ちょっとドキドキしてしまいました。実況が混乱しております、はい、カンパス層待ち一気通貫でありますが、打点は桁違い。はい、この仕掛けは見たことないね、はい、いやでもこれこの刹那にかけるのが藤島マージャンだ、はい、藤島勇者となれるか、カンパス層待ち勇者、これ上がったら勇者ですよね。勇者です、ヒーローですよ、はい、ヒーロー、うん、しかし山田のリーチリハウスもまだ山には残っている。パスに見えてきた、パスに見えてきた、やめて。山田がパスを掴んでしまう展開もあるのか、うん、これ流派がドラでパーソンが現物だと若干分からなくもないそんなに条件違うんですか全然違う条件じゃないですか。むしろそこまでないとやらないよっていうことですよね、藤崎プロの観点からすると。ダブトンローワンですからね、しかも E1G1 ですかね、川が。パーソンは場には1枚切れですが、現物ではありません。うん、うん、しかしなかなか両者上がり牌がいかない。パーソーは山、まあ、でもここまで見る限りはみんなすごいね、はい、まあ、それだけ山田のリーチにちょっと向かう。だってね、当たり牌掴んでる古橋プロは引いたんですよ、はい、スパッとね。当たり牌掴んでない藤島プロは今勝負してるわけですからね、はい、ローソー両面地のカンパソーですからね。山田には上がらせてなるものかと。ドロシャーですよね、はい、これのチャンスになったかな。パスをチンスをローソーが4枚場に見えてますか、うん、もうチャンスになったんですね。ただ藤島さんの打数層がちょっとまあ怪しいっちゃ怪しいですけど、はい、ローソーチンなのに随分早く数層切ってありますねっていう何か手役も見えるかというところですが、これで9層もつもぎり。古橋は絶対ここにパーソーが来たが打たれない。ここは打たなそう、はい、パーソーはあと1枚、うん、数万、これは筋だ、はい、これも切れる。もう筋とかないけどね、ダブトン切ってるから、うん、頭どこまで行くか行かないか、はい、やるかやられるか、やるかやられるか、向かっていくのか行かないのか。しかし山田も上がらない、うん、両層待ち引いてきたの。そうそう、筋もう筋って4回言いました。もうよくわかんない。もうああすごい薄くなった。ここに両層が来た。両層もかなり薄くなりましたか。両層もゼロじゃないですか。はい。運送はまだありますか。あと1枚です、ね。1か2。パソと変わらないじゃないですか。1はカンパス相対。ちょっと待って、これドラだ。これは無理だ。これは無理だ。やめどころと、うん、やめどきといったところでしょうか、うん、となるとあとは残り1枚の嘘を引けるかどうか、うん、いい意地は見せたね、はい、ね、上がってたら超ファインプレーでしたけどね、はい、戦いっぷり惜しい。あ、1個隣、まあ1個隣の方はないですけどね、はい、何してくれてんだ。そうですね、この老僧の地位上がり牌を山田から食い取りました。脳天でしたが、藤島この仕掛けかなり大きなものだったのではないでしょうか。山田の一人天敗での流局、はい、こちらの表情、これはすごいぞイケメン、はい、呼びました。あ、隣の方を、そうですね、はい、隣にいました。ちょっと近すぎて見えなかったんですよ、はい、イケメンがね、はい、ありがとうございます、はい、さあ山田連チャンとなりました。京卓が先点、トン3局、ドラは E1 です、はい、流局となったリーチですが、さらに親番続行、うん、いやでも怖いですね、これ相手だってちょっと言ったら打ってたんだって思いますもんね、はい、こっからもう押すのはもう本当に怖いですもんね。ドラドラ、はい、ドラドラ初をポンしたのはなんちゃの藤島です。トンも統一、そしてここに白が統一、シャーチャの古橋はドラの E1 が統一、うん、これどうですかね、あのヒロの親を警戒してると本一まで行かないでさばき一本にするんでしょうけど、うん、はい、ここで両層があんこになった、うん、ここからどうするかですか。トイトイとかを見ながら行くか、でもロウソウ以外のソウズ引いた時は行くかな。ソウズにロウソウ以外のソウズ、はい、うん、ここですか。あ、でもトイトイやりますね、これだと、はい、ただパスを引くとやっぱり
って感じですけど、はい、ここで白のポンは古橋、こちらはドラドラ、谷さんツモが良くなってきた、はい、手が良くなってきたか、チュンも切り出していく、うん、うわこれはこれはトイトイの天杯をあっという間に入れた藤島、うん、これはもう本一に向かわずとも十分といった手形、うん、初オープンしています、はい、いやこれはちょっとね、いそだ、いそポンだ、はい、いそもポンできた、うん、あらららら、ら天杯天杯は E1 止められますかね、とバース藤島ですか、うん、しかしさ、こちらも手が伸びている、親も来てしまうかもしれない、藤島は3ワンとトンのシャンポン待ち、バーソーと E1 のシャンポン待ちは古橋、お互いに掴んだ時これどうするかちょっと気になりますね、まだ全然山にいますよね、はい、どっちもそうですね、うん、え、リーチなの、どっちもありますね、本当ですか、はい、どうしましょう、藤崎さんたまにリーチしますよね、はい、たまにこういう天産品ですか、たまにそう、あのたまにね、リーの実打つんですよ、なんか、はい、僕ですか、うん、こう見えても攻めだるまって言われてないですね、それ多分チームメイトの方ですね、違う人です、いやー、はい、いったこっちが攻めだるまか、山田のり上山中ペン三品違うってば、はい、違いましたね、違う今日お休みでした、いないです、今日、はい、今しかしつも上がりとなった古橋、嬉しい上がり、そうですね、山田のリーチを受けて六本歯の上がりは、はい、白ドラドラですが、これは歩が1個上がりますか、1300-2600は、はい、1900六本漬けですかね、3200ですか、計算聞かせます、はい、失礼いたしましたこれでもね、まあ、誰も捕まなくてよかったですよね、はい、やっぱりヒロの親怖いですから、こうなってくるとね、みんなさばきにしか見えないと思ってると思うんで、うん、多分安いと思ってると思うんですよ、2人の仕掛けね、古橋さんでも思いますか、思いますね、古橋さんだってやっぱドラグラあるかなみたいな、うん、そんなことないのか、まあ、この局面だとやっぱりさばきに来たかなってイメージだと思うんでね、うん、はい、実際さっきさばきに来ましたからね、うん、うわ何切っていいか分かんない、中ちゃん牌しかない、はい、あれでうっかりトンとかつもぎって8000とか言われるとね、うん、はい、そうですね、そうですね、たまんないよねお高いですもんね、初が統一、はい、8000の6本牌って何点って聞きたくなる、何点です、何点1万点ぐらいありますね、うん、ドラが小そうです、はい、早くもトン4局となりました、これで形が良くなったのは山田、いやぶつかる、はい、ここでドラの小そうを引いてきた、うん、3色もありましたか、はい、うん、藤島の選択は2ピン切り、こちらも悪くない、俺数万切ったな、そうですね、うん、なんか切りそう、マンズのカンちゃんも、うん、あ9ピンは嬉しいような、うん、まあ、この時にね2枚セットで外すことを考えると、うん、なんか4、6って切っといた方が2ピンあった方が若干広いじゃないですか、はい、まあ、どっちか選んで切りそうですね、うん、藤崎さんはなんかイメージ的に、うん、数万かローマン、うん、数万かローマン、どっちか、まあ、ただ6チッパがあったんでね、ローマンを浮かすと思う、うんうん、まあ、ここでさらに形が良くなったイーシャンテンの親番藤島、まあ、ただここで換算ピンのリーチはいかないので結果は一緒になるかなっていう感じしますね、うん、はい、すごいな、全員イーシャンテンだ、かなり全員勝負形と、うん、これは嫌だ、不満、はい、来た不満なんだすごい不満そうに切りましたね、いらないわ、やっぱいらないわってなってた、ね、はい、やっぱいらんわという山田の声が聞こえてきそうな、うん、C1 先に切るか両面外し見せないようにするか、 C1 外して後から9ピン打つとも明らかな両面外しですもんね、はい、隠したんですね、あこれはその見せ方ですか、うん、さあここで藤島のリーチはサブローピン2ピン、ものすごい完全形に見えましたな、うわ無理だわ無理だわ、ドラの小僧一発目に引いてきたな古橋、これも4枚目の数層を引いたんですね、そうなんだ、そうなんですね、小僧が2枚いたんでね、小僧を引いたらすごい点になるなと思って見てたんですけど、はい、あ、テンパりましたよ、現物、あ、現物リーチ、勝負にいた一数万待ち、親リーチに現物をかけは初眼、この一数万、ドラの小僧も1枚使った形、ここに今が来た、そうね、チーマンもそれほど目立つ牌ではないから、いやでもこれリーチされたら E1 は打てないな、筋の牌、うん、他に打つ牌、パー
ピンダメか、ダメですね。うん、富士山プロの方が親ですもんね。ここはどうするか、山田の手段に逃げ、リージョブデルがここは E1 を打ち切った。上がったのは魚谷、リーチ初ドライチ5200点を上がって、はい、親番藤島のリーチを流していきます。これは打点でリーチってことなんですよね。そうですね、はい、現物割りですが果敢に攻めたとたところでしょうか。手形も十分系とところ。そして2回戦は難入となりました、はい、親番は古橋ドラは3品です。どうですか、お二人は闇点になりますか。リーチちょっと怖かったな。あのリーチは怖いリーチに見える、はい、僕は答える必要ないでしょう。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。答えてないのにありがとうございます言われるのずるくないですか。ワクツプロがね、やっぱり怖いなっていうところだと。そうです、結構怖かったですけどね、はい、リーチ怖いなっていう顔でしたけど、かなりリーチを打たない選択をする選手が多いのかなという、うん、あと魚谷さんの顔がちょっと一数はかなり浮き筋になってたんで、リーチしづらいなってちょっと思って、ね、と思ったんですけど、はい、そういうとこがダメなとこなんでしょうね、私。しかし、まあその選択の、まあ、裏を書いてというと変ですけれども、ああなるほど、役なしかもしれないみたいな、E1、E1打ちもありましたか、うん、見事上がりを決めたのは魚谷となりました。トン4局、そして2回戦難易局となります、はい、一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールでの対局となっています。なるほどね、リーチしないでしょってことか、役割満貫ぐらいだったら的なものもちょっとどうですかね。まあ、ただね、今あの、うんうんうん、ヒロもイーマン掴んでから多分イーマンしか切る場合なかったと思うんですけど、はい、うん、随分考えてましたから、うんうんうん、やっぱり相当切りたくなかったっぽいですもんね、うんうんうん、で絞り出そうとしたんだけど結局は言いましからね、切る場合なかったって感じなので、その選択の末の、まあ、50と、うん、ところでしょうか。だからまあまあ見ようによってはだからね、若干危険なリーチなんだけど、ただ安全にばかり言っててもしょうがないんでね、うん、やっぱ麻雀なんでね、はい、危険な道行かなきゃないときは行かなきゃないので、うん、それを忍者が言うっていうね、はい、かっこいいですね、うん、あの攻めだるまって言われてますからね。あれ何帰ってきた。ちょっと何か今中断ありましたか。再開となりました、うん、すごく腰の低い立ち合いです、はい、そうですね。あの先ほど多分教託の先手が、はいはい、山田プロが教託の先手を古橋プロに、あの先ほど上がった先手を渡しての、うん、あの点数確認でしたね、うん、おいよ全然玉ですね。はい、全あ、うん、2枚目ですか。はい、2枚目の白、親の古橋の仕掛けは役牌の白。うん、どうですかね。ただいい時の古橋プロだと2枚目もなかないかもしれない。これもスルーするってことですか、ね、うん、あの換算品のところがドラなのであまりに弱いんで、はい、だったら3色狙って高くして勝負っていうのが雰囲気ですけどね、はい、最初ね第一はウーピンだったんであんまり行く気ないのかなと思ったんですけど、うん、2900のイーシャンテンで換算品残ってるはちょっとあまりに不服だもんね、はい、普段とちょっと打ち方やはり変えてきているというか変わっているというか、安牌候補があるんですかね、もしかしたら、はい、あるかな、まあ、ないですないかフォローできんいやでもあれですよ、ちょっと怖いでしょっていうのもありますよね、はい、うん、まあで親番なんでね、手出しできないで終わるのも嫌っていうのもあるかもしれないですね、うん、お実際ここ、はい、ピンズの両面の新品切った人がいるぞ、はい、ドラの3品が切りづらいと、うん、確かに受けはありますが、はい、まだ受けてないですか、ね、まだ天牌は入っていない親の古橋の仕掛け、ただ効果はあったらしいですよ、はい、魚谷はそれを見て、うん、打牌がちょっと変わってはいるかなと、うん、何もね絞ってますね2人ほど、はい、おお効果あったわ、はい、これは古橋ブランドでしょうね。でしょうね。第一弾ウーピンだから。はい、すいません。はい、だって白に親で白に泣きしただけですからね、はい。ブランドを使っての戦い方となっているかもしれません。うん、藤島ここでローピンを重ねました。下茶の古橋気になるところからローピンは打っていく。
マンズっぽい、ポンはできるが終盤にパーマンが出てきたところ、はい、なかなか三色系にはならないですね。そうですね、ボタニーシャンテンとなっているが、賛否は打たれない。これ天敗してもし連チャンできれば相当大きいです ね、 効果的な仕掛けになったと、うん、なんがなんがなんがなんなんですね、はい、これは誰も切ろうとしない、はい、うん、発は一枚切れ、ここで打たれた私は天敗が入らない。イーシャンテンチーマン、イーマンは現物ですが、うん、今ギリになるのかな、どっちにしろってことですかね、はい、いずれにせよちょっと、うん、はい、弱くて、アイシャンテン、アイシャンテン山田じりじりと各選手手を進めていますが、うん、天敗入るか、古橋入らない、小さく泣かなかった、はい、数ピン現物ですからね、うん、はい、あれドラ短期で粘る戦法も、うん、第一打ウーピンで手出しの E ピン入ってスーピンのつむぎり入ってるんでドラトイツっていう読みですかね。これは3万は行きづらいか、うん、ドラトイツだったらドラないでしょっていうことかな、なんか取り K 点取る私の出会った頃の私の出会った頃の話が始まってしまう、はい、出会った頃のユーミンだった K 点取れて、 K 点っていうか、はい、まあテンパイ取りそうなイメージ、はい、ドラ短期で粘る選択、はい、うん、あれ、ああ、ね、最近の大谷さん見ててもなんかケースの方が多いような気しますけどね、はい、お邪魔は常にしますからね、はい、主張が常に主張が入りますか、うん、お邪魔って言われると答えづらいですけどお邪魔しますって定もしづらいですかさあこれがこの次が最後のツモとなります。山田くっつくか、くっついてもダメか、何打てないか、はい、そうですね、流局となりました、うん、4人の点での流局、はい、古橋の親番は1回で終了となりました。うん、まあでもね、他のヒロと魚谷さんがやられたって感じではあるでしょうね、うん、藤島さんは泣くと多分天敗が入って積もられてたと思うんで絞って正解だった感じですかね、うん、藤島さんはペーチャーでしたよね、はい、うん、全員の点での流局、何二局、親番は魚谷、ドラはトンです。お、第一弾難しいですか、リアンドローか、はい、難しいな、ピン図をまとめて持ちたいところでもあります。3色も見えますが、うん、はい、ここは第一が急走から、ね、なんちゃの山田はドラのトンが1枚、そして藤島ドラドラ、はい、何気ない第一弾急走ですけど切られてみるとなるほどなって感じですか、味わい深い位置だと、うん、解説室の2人は急走だけは全くないもんね、パーマンって言ってましたっけ、パーマンかな、パーマンかな、リャンゾーかな、うん、みたいな、うん、ローマンもあるかなみたいなね、いろいろと手役が見えそうなハイパイでしたよね、とりあえず急走切れないから何切ろうかなみたいなそういう感じだった。あー、なるほど、急走切る、でも切られてみるとね、あー、急走切るとすっきりするよね、すっきりはしました、そりゃそうですよね、完全孤立敗ですからね、はい、その選択が光っているか、大谷、いや、ただ、はい、あ、僕と和久さんならローマンの代わりに急走持ってる形のイシャンテンになってますからね、はい、あの3色と1通のイシャンテンには多分なってますね、打点が見える形にはな、まあまあ今回はたまたまそうですけどね、はい、こちらも、はい、サクッとチーワン引きましたからね、サクッと、そうですね、チーワンはあんまサクッと引けないので急走切った方が多分いいんでしょうね、うん、さあ大谷どうだ、チーワン引きすぎだからちょっとやめて、再び引いたチーワンは振り目です、ちょっと待って、あの攻めだるま呼んできます、うん、転換チーワン待ちでの即リーチが正解、さすがにしないと思う、ね、いやいや、うちの久ちゃんもリーチしないうちの久ちゃん出てきました、うちのユーミンもしなかったです、はい、攻めだるまさあここでまたさらに今度は6、7、8の3色も見える、うん、ローソは手の内に残していく、うわ、小さくなかった、ドラドラね、はい、ドラドラちっとり残したいから難しいんですねこれ、ということで完小さく外し、うん、両目のタツは残していきます。さあ天敗がなかなか入らないのは親の歌に、その間にドラドラになっている山田、なんかじれますね、はい、そうですね、
パソキとか、はい、とか、ペは手の内に残す、これはドラヒオ自配のペ。わあ、チーソーなくなっちゃった。三色になったらもう無理だ。急走準備となると一気通貫の方が、うん、そうですね、はい、リピンがあと一枚あるね。リピン引いたら気必要ですか。いやもういいや、チーピンで。じゃあチーピンでもいいですか。しぶ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 チーピンとかいらね。引いてくる前に妥協します。しぶしぶチーピンでいいですね、はい、こんだけ時間まっすぐ引いてくれるなら俺も妥協しますけど、はい、チーピンです妥協してもらいます。こんだけ時間かかってチーピンとかウーピンとか引いてきたらね、もうウーピンはもうちょっと泣けてくるな。そうですね。ただウーピンはだってリャンピンとの手代わり待ちやすいからいいんじゃないですか。そうですね。チーピンはだってもうねリッチしちゃいそうですね。ちょっと受け入れが広い形ではスーピン、あれ、なんか引きましたよ、はい、スーピンもやって、あ、ただ、はい、ここに浮いた、うん、リャンピンが浮いた、うん、ピンフの天敗大谷町はリャンピン、ここにも浮いてるけど、はい、これはパスを引けないから逆にすぐに上がれそうか、引けるのか。これは出ちゃいますね。切り順難しかったな。だそうですね。ヤンピンで上がったのは親の大谷ピンフ1500点は1800点、はい、山田からの上がりとなりました。スーピンもやってないな。スーピンもやってない。でも今恐ろしいリーチ飛んできたんで。そうですね、はい、ウッパー薄かったですけど、うん、ちょっともう行きたくないから上がれてはなかったですけど、未遂に終わったという。未遂未遂。ただあのリーチって言われてるんですからね。まあまあまあよしとしようって感じになりますけどね。よかった、天パ入れといてって感じでね、はい、さあこれが親番、いい、はい、ドラメンツがありますね、はい、大谷のハイパイ、なんちゃの山田はこちら、あれ、うちの重ねたドラのスーピン、うちのうちのうちの総帥でもリーチできないよね。変換チーはできないね。いつがったもんね、うん、総帥がでもシャーと急走のシャンポン捉えてるかもしれないんで、あ、それはもしかしたら、はい、一応シャー捉えてたんで、やっぱ公式ルールであれリーチする人はいないってことですね、はい、結論から言うとね。あれってまさか、はい、あれのことですか。ペンカチーマ、ね、ペンカチーマ。さあこれでピンズがいい形になったなんちゃの山田、そして藤島も手形かなり整ってきている。大谷もハイパイよく見えましたが、うんうん、いいですよ、いいですよ、はい、3ピン引きはかなり嬉しいですね。再びドラを引いてもいい、うん、んドラのスーピン、うん、なんかちょっとあんまり、はい、ヒロのラッシュがあった割には随分丸くなってますね。いやなんか一人ちょっと邪魔しに来た人がいて、カンパッソの勇者が現れたもんだから。勇者藤島のあれだって、あれ4000オル積もってたらもう全然違うです。今ね全然違いますよね。実際に上がり牌運送がその仕掛けによって藤島の元に流れている。重ねたのは嘘、はい、チュンか、ドイツのチュン、うん、タンヤおじさんだから。タンヤおじさんですか。タンヤおじさんって自称だ、自称ですよ、自称、私じゃないですかね、はい、自称タンヤおじさん、山田プロですね、はい、さあこれでメンツができて、イーシャンテンとなっているのは藤島です。これは換算装置もしたいところか、うん、E1 は何だったんだろう、うん、E1 は、はい、ちょっと時間を使いましたか。まあ安全度でチーマン行こうか、うん、でもチーマンのくっつきを残して浮かそうかっていう判断ですよね、うん、はい、どちらからと、あ、まずは何数万、4万は切ってきました。もう3色になる可能性はないもんね、大谷さんどこね。数万、そうか、なんか先に切っていきました。そして藤島、換算装置のフォーメーションでしょうか。フォーメーション、はい、いいですね、はい、意思表示をしてくれて、意思表示がこっちも拾いやすいですからね、はいはい、そこからも仕掛けていくよと、はい、あのどうでもいい話ではあるんですけど、はい、あのフォーメーションって必要。いや、わかんないです。いや、あれを例えばさ、泣いてさ、さらに想像のその辺の町になるんなら必要だと思うんですけど、はい、町が全く違うところになるんで。あ、そうですね。要はそこで一メンツが持ってるのがバレるかどうかの話だけじゃないですか。なるほど。町はそこにはならないから、
持ってることがバレても、うん、なるほど。逆にじゃあ逆になんかバラしてしまうんですね。逆にその周りが切りづらくなるでしょ、うん、だって飛ばして三蔵とかなくとね、はいはいはい、だからなんかあのフォーメーションしない方があの有効なんじゃないかと思う。なるほど。あと僕もあのアレの総ず待ちになる時はやりますよフォーメーション、はい、なるほど。確かにそう言われたらそうかもしれません。私はあの常に常に視聴者目線なんでやらないやらないです。だって22344とそう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 、綺麗に並んでた方が見やすいかなみたいな、はい、順並びで並べて常に、うん、さあカンパーマン入ってここで急走での選択。古橋もインシャンテンです。リアムマン切るか、ここはすごい、はい、なんかねみんなそこそこ手が、うん、良くて山田プロ厳しかったんですけど、はい、追いついてきてますね、うん、だいぶ、ね、いいシャンテンになってきていますか。うわこれ難しいなドイツの順目込みですごい難しいですね。そうですね、うん、あのいくら手役かといえどもねドラがスーピンなんでウーピンローピンってわけにいかないでしょうからねそうですね。ドラを引いてきた時のロスが深いな、深いぞ。輸送はヒロさんの運送に対してですね、はい、ちょっと気がするか、これは転廃取れず、はい、転廃が取れない。あドラだ、ノータイム整ってる。ノータイムでドラのスーピン、かっこいいぞ、はい、かっこいい。瞬瞬しませんでしたね。そうですね、スーピン分かりやすいですからね、はい、すごい速さで切りましたね。これスーピン打ちそうだけどドラのスーピン、これチーできる、うん、はい、これはチーピンは、パーピンが3枚にで、はい、セブンしない。あ役割あ、はい、ここは貫老ピンの転廃、うん、あ逆に転廃、あこちらも転廃が入った。これはとスーソー、これはこの形で泣いていいですか。どうですか運送ヤンメンチ、うん、うん、はい、藤崎プロが今審議中ですね。いいじゃないですか、はい、やめますか。引いてきたのはフーマン。いつもあと1回。いいシャンテンの時間が長い藤島でしたが、うん、ここは数万の選択。藤崎さんだともう一巡粘れてるんですね。数ピン合わせて今ダレアンピンなんでもう一巡粘れてるんですね。リャーマン打てないから、はい、うん、数万。リャーマン打てないってリャーマンロンでしたね。そうですね。そうですね。山田もテンパ入れられずと。というところになりました。龍極天杯は魚谷古橋、何の2局は3本場となります。滑り込みでの古橋、魚谷での天杯と、ポイシャンテンが長かった山田、藤島は天杯を入れることができませんでした。まあ、確かに運送の方が泣かれなそうなのか。あと山田プロが通してたっていうのがありますよね。さらに続く大谷の親番ドラマチーソーです、はい、こちらがハイパイ、悪くないように見えますが、チョンチョンはシャーとマンシャーを重ねてカンワン入った。シャーがドラならめっちゃいいハイパイですねそうですね、違いましたね。違いましたが、しかし十分で戦える手が立ちと、うん、ところローマンチーソーがドラとシャーがドラは全然違いますね話が。まあ景色がだいぶ、あかなり形が整っているのは古橋、これはもうピンズ一直線と目立たない作戦、行きたいところペン3万外しからの選択、うん、これ藤崎さんだったら急走切ってそうな、またあれですね。あそうですね、うん、はい、野谷さんはチーソー2回引くんでちょっと待っててください。今、うん、なるほど先ほどの傾向と対策といったところでしょうか。初はツモフィリ、また初の選択、そして藤島も形悪くない、引いてきたのはチーマン、これでマンズの両面形決めました。6ブロック、すごい急走いっぱいあるな引いてくるのも十分そうですね、はい、うわありますが、さあ3ピン引いてきた、さらにピンズを引いてムムムですね。これはうわ急走引っ張りますね。そうですね、急走引っ張るな。6、8、9の形で
ってことはチーソー引いた時はローピンとか切るってことだよね。そういうことになりますかね。想像の横伸びを見ていきたいところか。ここで急走にさすがにね、はい、さすがになりましたが、急走山にたっぷりありましたからね。うん、はい、ね、チーソードラを2枚持ってきた時のためだもんね、急走、はい、そうでしょうね。あとはドラ統一に見せるとかいう、なんかそういうことですかね。貯めておいてと、うん、いうところ。でもドラと一に見せたら、はい、上がりづらくはなりますか。そうですよね、あんま得しないですよ、ね。はい。藤島プロイシャン店ですか。イシャン店ですね。ドイツを選択。はい、山田プロもイシャン。うわ。おっと。キャッチカーゼのペコ。チートイでもある。はい、あれ聞いたよ。リーチか。カンチーソー。さあ二枚切りだ。嘘ついた。嘘。嘘つきました。はい。はい、イシャン店と。テンパイは取らず、はい、こちらも曲がるんだ。テンパイ、リャンウアン待ち、どっち切るかだったんですかね、はい、ピンズどちらを切るかの選択、リャンウアン待ちは山田プロ、ピンフドラ1、うん、さあどうだ、ここは闇店でのテンパイ、うわー、チーソー、ここにドラのチーソーが来た、これでテンパイバレますね。そして古橋も大物手、はい、イーシャン店となっています。うわ、なんだこれ、これ薄いところ引きましたね。手が割ると言っちゃう。ウーマンとローピンのシャンポン待ち。ピンズで手が割るとめちゃ強ですから。ああ、でもウーアンブロックしてのでもここにピンズ集めだから、そうなんですか、ね、ピンズの変化もしづらいか。もうこのまま積もるのがめちゃ強です。強ってなりますからね。そうですね、ウーアン、おー、リャンマンはロンマンだよ。これはリャンマンが安全そうに見えたリャンマンでしたが、ここは山田への打ち込み、ピンフドラ1、2000は2900点、藤島が補充となりました。こんな補充があるんですね、はい、自身から3万3枚見えている形でした。じゃあ何切れてるんです。じゃあ何切れてるんですか今。まあまあ、あのイーマン先に切るかリャンマン先に切るかだけですね。はい、助かりようがない。あと先とひどいことするじゃん神様。はい、3万切る意味が分からない。そうですね。そうですね、単野よりピンフだからとか言う人あんまり見たことない、ね、横伸びと。これ上がった山田の親番は南三脚ドラはイーマンです。わ、いいぞ、形悪くない、これはいいですよね。藤崎さん、これはいいでいいですか。ハイパイ割と良くないですか。まあまあ、まあまあまあ、いいんじゃないです か、まあまあ、いいか、一応打点見えるし、なんかね、難しい選択が今とかあんまりなさそうだし、はい、いいんじゃないですか。いただきました。藤崎さんは諦め系雀士なんで、はい、どのハイパイいいかって言ってもなんか結構答え難しいんですよね。あ、なるほど、もう攻めだるまです。いや、ちょっと変えないでください、キャラクターを。誰ってなりますからね。属性に興味ないんじゃないかと思って、ちょっと藤崎さん未練があまりなさそうに見えますか。達観してらっしゃる。さあ、この放送は嬉しい形となった藤島、うん、チートイもある、はい、どちらもある。ドイツが増えてきた、金ピン重ねた、あ、佐々木システム、自敗を残した選択、大谷初難者を重ねればチート打ち連敗はそくりといくのか。初難者って初難者、そうですね、どれも重なった後に補充となってしまう。これでこちらもチート打ちドラドラ見える形。あ、チームか、まあ、切らざるを得ない、はい、1枚外しての選択、うん、そうですね、一応3個見ますからね。ほら、はい、初難者、これ面白くないですか。面白いです。今難が切られたから難を切る。お、あ、これはだったよ。リャンソー短期はリーチしないんだ。ドイツドラドラ闇天ですよ、古橋。ちょっと待って、ちょっと待って。あー、このリャンソーが古橋上がりとなった。チートイツドラドラ打ち込んだのは山田。はいって感じだね。はい、こちらの表情6400点、闇天かいと。嘘きたるのにね、はい、上がって、まあ、さらにフラッシュ点を積み重ねた、はい、実況だけじゃないんですね、フラッシュさんは。麻雀もうまいんですよと、はい、山田が手の内に残したリャンソーをすぐに捉えて、テンパイすぐの6400点の上がり、オーラスですか、はい、うん、2回戦は難易4局、親番は藤島です。ドラはチーソー、ヒロさんぴったり浮いてるぐらいかな、はい、29,700点になりましたか、はい、そして親番藤島は4着目、この半ちゃんちょっと苦しい展開が多かったですか。古橋さん2連勝、
マジカと、ね、マジカマジック、まあ、マジック大谷さんがよっぽど速くてドライバー持ってないからあこれってすごい、はい、うん、形は悪くない、一緒こんな一緒です、ね、うん、はい、2メンツ公式ルール、この展望状況はね、大谷さんトップを狙う局面では一切ないので、はい、ウキキープが大事なんでね、はい、ここはもうチュンポンで終わらしに行きますよね。大谷は現在2着目3万1200点持ち、はい、となると古橋の2連勝もかなり現実的なものとなるか、はい、仕掛けが入ったキューピンのポン、藤島が発進、これでチュンが一歩遅れるかもしれないね、はい、遅れるか今出ちゃうかどっちかですね。あ、なるほど、うん、あ、これで天敗はリーチ、あら、トップまで、ローピンとチュンのシャンポン待ち、リーチ、チュン、ドライチ、チュンだと高めでの上がりとなります。チュンが上、あ、チュンだ、あ、上がり確定、上がりっていうか浮き確定みたいな感じだった。そうですね、藤島と山田の手配に1枚ずつ打ち出された場合はこのハンちゃんが終了と、まあ、古橋さんがイシャンテンなんで、はい、いずれにせよと、まあ、ちょっとこれシャアと打とうとするか、じゃあそうですね、うん、大谷ここは元気よくリーチと、はい、ただ3万8300点持ちの古橋が何を引いたら勝負に行くんだって感じですからね、はい、3層3層リーチはしづらくない、でも3層引いたらリーチ行くんじゃないですか、さすがに行かないですか、どうですか、勝負といきますか、ただ1000点出して満貫補充は、ヒロさんここ粘れば、ここ粘った、ここ粘ったシャアの問い落とし、しかしここにシャアがポンするとチュンが危ない、まずは初から、初は場に切られている、はい、2枚切れ、次はトンかなあ、じゃあこれもうパワー1ですか、言ってますよ、はい、キューピンを切った、だからあのリーチを出さないで補充する分にはね、多分8戦でも沈まないので、うん、ていうかローピン飛ばしてますね、はい、実際ローピンは大谷が欲しい牌でしたが、神茶からの山になくなったんだ、まだ行くの？まだ行くのか。男見せちゃうここで。男見せない。これ男見せない。男気じゃん。男気を見せるゲームだったんですね、このゲームは。ワクツプロ男気見せるのはかなり得意じゃないですか。私はちょっと得意ですね。はい。はい、有効さんほどじゃないですけど、うわあ危ない。僕も得意なんですよ。藤崎さんいたんですね。男気の話してたんですね。失礼いたしました。これはね。藤島さんの未来がやばいですね、はい、これはここでチュンの上がりとなりました。リーチ、チュン、ドライチは5200点上がったのは魚谷、親だもんね、はい、藤島の報酬で2回戦が終了となりました、うん、2回戦はトップから古橋、2着に魚谷、3着に山田、4着に藤島の並びで終了となりました。続いては3回戦です。